90分、まあ、一瞬たりとも気抜いちゃいけないですし、まあ、チーム全員で声かけてもう集中して90分間やり続けるっていうのは大事だと思います。次はホームの方でピッチに立って、その失った時間を、もう一度動かしたいなと思います。9月1日日曜日、エスパルス VS 鹿島アントラーズ。そこまで戻ってくるまでその通り長かったですし、まあ、自分でもここまで長くなると思ってなかったんで、メンタルのところで、そこになんとか保たせるというのが、非常に難しかったですね。怪我で、まずもうチームにそこで迷惑かけてしまってるんで、まあ、他に何ができるかって考えたときに、それ以外の部分で、自分に負担にならない程度に、何かできればっていうのを、フロントの方と、相談してやっていたので、もうちょっと何かできればよかったですけど、とにかくチームのことだけを考えて、はい、やらせてもらってました。2年弱、になりましたが、僕自身はその怪我をしてしまったあの時から、先日のあの出るところのことをその考えてずっと一日一日というか、その1分1秒、それだけのために、頑張ってきてたんで、その出るってなった時も、全く慌てることとか緊張とかもなく、非常にリラックスしてましたし、そのピッチに立った時も、変な力が入ったりとか全くなくて、普通の今まで通りの自分の状態で、ゲームに入れたと思うんですが、なんとかあとは結果が出なかったことが非常に残念ですけど、とりあえずそこの、場に立てたっていうことが、自分の中でもやっぱ、一歩踏み出したと思うので、次はあのホームの方で、ピッチに立って、その失った時間を、もう一度、動かしたいなと思います。リラックス方法ですか。今はやっぱあの3人目の子がいて、その子に、とにかくあの癒されてますね。はい。失点を減らさなきゃいけないことだと思うので、個人戦術もあり、チーム戦術もありますけど、とにかく今はあの体張ったりとか、コミュニケーション取ったりとか、簡単にできることもあると思うので、難しいことっていうよりはそういう基本的なところをチームで、一人一人個人が意識を持ってやっていけばもう少し良くなると思うので、はい、そこは自分も、はい、しっかり意識してやりたいと思います。何せをやっぱ応援してもらって、ましてや前々節がああいう形で、記憶にもすごい残る試合になってしまった中、川崎戦でアウェーにもかかわらずたくさんの方に来ていただきましたし、あとはこっちでパブリックビューイングもやっていて、そこでも大勢の人がいたっていうのを聞いてるんで、そこは本当にありがたいことなので、それが結果につながらなかったんで、あとはもう自分たちの力で、見ている
見てくれて応援してくれてるサポーターの方や、いろんな方に、感謝と、そういう気持ちが見えるプレーができれば応援してても応援しがいのあるチームになると思うので、はい、そこは自分個人で意識して、はい、しっかり責任を持ってプレーしたいなと思います。9月1日日曜日、エスパルス VS 鹿島アントラーズ。みんな非常に活気があっていい雰囲気の中やれてると思います。そうですね、まだなかなかそう多くの人とは話とかできてないんですけど、でもみんな温かく迎えてくれてよかったです。まあ、やっぱりこうやっとこう1位になれたというか、ピッチに立って自分のプレーを見せれたっていうのはすごい良かったと思います。まあ、ああいうショッキングな負け方をした後でも多くのエスパルスのサポーターの皆さんが来てくれて、僕たちは後押ししてくれたので、まあ、その来てくれたサポーターのためにも絶対勝ってやろうと思って試合に臨みました。いいとは一概にいいとは言い切れないですけど、まあ、それでもしっかりアウェーで勝ち点1でもしっかり持って帰ってこられたことは、まあ、次につながるんじゃないかなと思います。やっぱりこうああいう負け方をした後ですし、全員が自信を持ってもっとプレーしなければいけないなっていうのは強く感じましたね。まだチームメイトが僕がどういうプレーをするかっていうのが分かってない部分もあったと思うし、それを僕感じましたし、僕もこう試合になってみないとこう選手がどういうプレーをするのかっていうのが分からない部分もあったので、やっぱりこう試合重ねていくうちにそこは連携が取れていくと思うんで、やっぱりこうとにかく試合に出続けることとみんなと一緒にやっていくことが大事だと思います。まあ、昨年のチャンピオンの川崎さん相手にしっかりこう90分通して戦い抜けたというか、そこはすごいやっぱ自信持っていいと思いますし、まあ、失点もしましたけど、やっぱりこう一回は逆転できてるんで、やっぱそこは絶対プラスだと思うんで、チームとしてそこは前向きに捉えていいと思ってます。前回のホームの札幌戦で負け方をしたので、それを挽回するという意味でもやっぱり勝たなきゃいけないと思いますし、前回の川崎戦の引き分けを価値のある引き分けにするには絶対勝利が必要だと思うんで、絶対勝とうという思ってます。やっぱり鹿島さんは勝負強さっていうのがあるので、90分、一瞬たりとも気抜いちゃいけないですし、チーム全員で声かけて集中して90分間やり続けるっていうのは大事だと思います。やっぱり前回はこう出ないで踊ってしまったので、やっぱ次は出てしっかり貢献して踊れたらいいなと思います。次節の鹿島戦、みんなで一緒に戦いましょう。応援よろしくお願いします。